皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、贅沢に、コープ札幌のお寿司と、コープ札幌のザンギです。それではいただきます。いやー、お寿司なんて久しぶりだな。まずホタテからいきます。いただきます。うまっ。うめえ。これはガリです。これは何だろう。エビかな。エビですね。それでザンギを挟みます。あ、このザンギ好き。あ、ザンギっていうのは鶏の唐揚げです。よくね、味付けがされてますね。何もつけなくても美味しいです。うまっ。これ麦茶です。ふい。これネギ糖ですね。ネギトロ軍艦。大好き。これは生サーモンって書いてますよね。サーモン一番大好きです。あの回転寿司なんか行くとね、あのめったに行かないですけど、たまに行くとサーモンばっかり食べてます。あとこれがマダイみたいですね。マダイ、
マグロの赤身ですね。このザンギ美味しいですね。柔らかいし、味が染みてて美味しいです。最後は大好きなイクラちゃん、イクラちゃん、最高。だ、ごちそうさまでした。それでは皆さん、先日のご評価よろしくお願いします。またねー。